ヒロ、おっさんディレクターと。あー、やったしたよ。今回はおっさんは演者ではございません。ディレクターでございます。いや、プロデューサーでございます。あー、そうですか、プロデューサーでございます。今回僕はプロデューサーです。プロデューサー、ワタピーさんをプロデュースするということで。Good Air ドコン。ねえ、このマイクの線がもうむにょんにょんなってて、もうちょっと近くから撮れようみたいな。もうちょっと近くから撮ればいいじゃないか。近い。というわけで、今回はですね、一平ちゃん、夜店の焼きそば、こちらを今からワタピーくんの食レポでお届けしていきたいと思います。食べてみて、美味しそうか美味しそうじゃないか。まあ、それ次第にワタピー君にはまた罰ゲームを考えたいと思います。ちゃんとね、こう線までしっかり踏み入れる。一旦黙ってね、何言うかちょっと楽しみにしてみるっていう。近い。よっ。じゃあちょっと、はい、わ見てください。おお、すげえ、ふりかけもネギ、ネギが入っております。いいね、すごいいいね。シンプルに腹が減ってきた。ちょっといただきます。はい、どうぞ。用意なんで食べます。一口はごめんなさい、はい、コメントタイム入れますね。ちょっとじゃあ、はい、コメントタイム入れます。はい、まあ、どうぞ。いただきます。目が大きくなるパターンの人が。うまい。マジで？あの、なんでしょう。普通の一平ちゃんと違って、うん、薄味。あー、なるほど。あの、正直なコメント言うと、ちょっと薄いという。はい。あれ、もう一個欲しいですね。じゃあ、1分間でお願いします。食べない、ちょっと食べなくていいですか？いいですか？よーい、はい、スタート。おー、いってますね。おお、すごい。でかいな、口が。味変しなくていいですか？味変しなくていいですか？大丈夫ですか？はい。全然味変できますけど、大丈夫ですか？味変大丈夫ですか？おお、すっげえ。すげえな、まだ15秒ですよ、15秒。うわ、気持ち悪い。やばい、これ。何人？何の人、この人。何の人？うわ、素晴らしい、素晴らしい。途中で、はい、時間ですって言って、ココアをかけるという作戦はもう全く使えなかった。本気で食いやがった。素晴らしい。受験合格祈願大食いでございました。あ、そうだったんですね。みんな変わりは。最後に一言何かありますか？大丈夫です、面白いこと言いません。今ね、縛らなくてまたなんか取らなきゃってるだけ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしょうか、使えますか？いいんじゃないですか。一回見ときましょう。一回見ときましょう。